けしてますので、階段は残しておいて結構です。危ないので皆さん降りた後でこちらで消してきます。この白衣観音というのは白い衣を持っているから白衣観音ですけれども、観音様仏様というのは性別を超えた存在で、皆様をですね、観音様と33の姿に化けて変えて皆さんの方に見守っている。何かあったら飛んでくるんですよ。観音様をお祈りすると飛んでくる。千手観音というのは手がいっぱいあって千の手で皆さんを待ってる。それから11面観音って言いますね。11個の顔がある。1個の顔じゃ見切れないから頭の上にさらに10個の顔を見つけるんですね。そういう観音様もいますので、皆さんを見守ってください。